時に西暦1600年9月15日、日本の覇権を争う豊臣と徳川の二大勢力が関ヶ原で激突した。石田三成率いる西軍8万4000、徳川家康率いる東軍7万4000、8時間に及ぶ壮絶な戦闘の末、圧倒的に有利と言われた西軍は相次ぐ味方の裏切りにより総崩れとなって敗走した。この敗走者の中にキリシタン大名小西行長がいた。キリシタンの教義により自害できなかった行長は伊吹山中に逃れたが、4日後捕らえられ、大阪堺を引き回され、京都六条河原で処刑された。主君行長の無念の最後を知ったその部下森総意見ら数名は徳川の追撃を逃れ、決起の時を待って九州へ潜伏した。一方、徳川家康は日本を統一、着々と幕藩体制を固め、その勢力は揺るぎないものとなった。そんな中、幕府支配体制を脅かすものとして1613年にキリスト教禁止令が出され、多くの宣教師が追放された。その中の一人、天草にいたある宣教師が末鏡という予言の書を書き記した。これから二十数年後、空が焼け飢饉が起こる時、神の子天使が生まれる。彼はデウスと呼ばれ、十字架を掲げ人々を救うであろう。だが、その末鏡には隠された一節があった。もし天使がデウスとしての道を断たれたなら、天使はサタンとしてよみがえるであろうというものであった。
はい。やはりここじゃ。子供か。どうせそこらのキリシタンのガキじゃ。しかし奴らどこかに隠れとるな。いかがいたしましょう。噂通りこの辺りはキリシタンどもが大勢いそうだな。よし、長崎奉行殿にお知らせして改めて出直しじゃ。泣いてるの、お嬢ちゃん。シロ、シロ、シロ、よかった、シロ。デウス様のおかげじゃ。しまった！
恐るに足りんぞ。皆の者、ご苦労であった。今宵も憎き徳川の兵どもを退けることができた。これもひとえに皆の信心深さゆえであろう。我らは偉大なるキリシタンの神ゼウス様によって守られているのだ。その御子であるシロー様のおわす限り、我らの勝利は約束されているのである。そうじゃ、シロー様じゃ。来るなら来てみろ。帰り討ちじゃ。そうじゃ、帰り討ちじゃ。キリシタンの力を見せてくれよ。徳川の兵など我らの敵ではないわ。そうじゃ、そうだ、そうだ。静まれ、シロー様。お言葉を。皆さん、そう決起だってはいけません。我らキリシタン、たとえ戦で勝ちを拾おうとも、それは尊い人の命を奪い得たもの。哀れむ気持ちこそ我、あらぬ敵愾心など抱いてはいけません。確かにこの戦、やむなきことかもしれません。しかし、すでに敵味方大勢の人たちの血が流されていることを忘れてはならないのです。できるならこれ以上神の御心に背かず、速やかに戦を終わらせたいものです。シロー様、シロー様、シロー様、シロー様。お姉ちゃん、腹減ったよ。我慢しなさい、いい子だからね。ごめんなさい、起こしてしまったみたいですね。あ、はい。あなたの弟ですか？はい、シロー様。姉ちゃん、もう静かにしなさい。だってそれじゃあ、私が何かあるか頼んできてあげますよ。本当？ええ、ちょっと待っていてください。やったね、お姉ちゃん。森殿。はあ。伝令！報告します。夜襲、またしても失敗いたしました。黒田勢、細川勢、双方合わせて250名余りの被害が出た模様です。何、まことか？はあ、敵はこの霧に隠れ、どっからともなく襲ってくるため、原の城に取り突っ込んさえままならず。キリシタンのあやかしの技と申すか。松平さん。おお、そっちか。待っていたぞ。原の城に張り巡らされた敵の術を解かぬ限り、攻め入ることはできますまい。策はあるのか？お任せを。寛永14年10月、突如としてこの島原に起きた百姓一揆は、たちまち変幻不屈のキリシタン軍となって原の城に立てこもった。それを指揮していたのは16歳の若者、天草四郎時貞、そして老軍師森総意見であった。10万を超える兵をもってしても落とせぬ一揆軍に棒を煮した時の将軍家光は、老中松平信綱を一気鎮圧に送り込んだのである。よし、いつでも出られるよう支度せい。はっ。武蔵様、松平様の陣に動きが見えます。我らも。無駄だ。はいくら伊豆殿とはいえ、この結界が破れぬ限り無駄死にするだけだ。しかし。ん？武蔵様、どちらへ？
考えおったな。なぜです。あなたにも分かっているはずです。このまま戦っても我らに勝ち目のないことを。もとより食料のない我が軍はすでに気力のみで戦っている状態。もうあと幾日も持ちはすまい。しかし我が方が有利な今、私一人が出ることで皆が救われるのは。ありませぬ。今ここでやめてはすべてが無駄になります。ではみすみす彼らを見殺しにしろというのですか。はい。聖なる灯火に守られている限り、彼らはここまで入ってくることはできません。シロー様、お願いです。この子だけでも助けてください。シロー様。大丈夫、気をしっかり持ってください。あなたたちはこの私が守って。したのかね。森様、今、くせ者が。
おお。大きな力とはあなたでしたか。天草四郎時貞殿とお見受けいたす。公儀隠密柳生十兵衛、あなたのお命頂戴いたす。ここまで幕府の軍勢が攻め入るのも間もなくのようですね。十兵衛殿、折り入ってお願いがあります。この本堂にはたくさんの子供たち、そして老若男女が避難しています。私の首と引き換えに、せめて彼らの命だけでも救ってくださいませんか。お若いながら大将としてのそのお覚悟、十兵衛感服いたしました。しかとそのお役目お引き受けいたしましたぞ。よかった。待ちなされ、四郎殿。ん？その男を信じてはなりません。これをご覧ください。その男柳生十兵衛は、目的のためなら女子供も平気で切り捨てる剣気でござる。そういけ。なぜ素人は。なぜだ。
我らキリシタンの受けた苦しみを味わわせてやる。十兵衛様、ここは我らに任せろ。援護を頼む。この城は落ちます。引き上げましょう。なぜだ、なぜ我らを見捨てた。このままではこの天草城、死んでも死にきれません。四郎殿、この世に神などはいない。所詮弱者の作り出した巨像。我が主君小西行長も神を信じて戦い、結局は徳川の悪逆非道な仕打ちによって一族郎党ことごとく殺されました。しかしそれでも私は包丁。もしそれをお望みなら、我が娘お蝶を抱き生まれ変わるのです。我が秘術、赤い天章によって。神の血の生贄をもってこの世に再びよみがえり、サタンとなって徳川とこの世に地獄の鉄槌を振り下ろすのだ。
幕府軍総勢124,000人、死者1,100人、負傷者12,000人、対する一騎軍37,000人はわずか4名の降伏者を出したのみで文字通り全滅した。俗称天草四郎は負傷して室内に横たわっていたところを細川勢の陣の助左衛門に撃たれた。ただ常に四郎のそばで影のように付き従っていた軍師森総意見のその後は確認されていない。また人を斬ったな。死闘は禁じてあるはず。なぜだ。成り行きです。成り行き上仕方なくと申すか。どんな成り行きか知らんが避けることもできたはず。立て十兵衛。先祖手加減はするなと言ったはず。だがお前には父であるわしを斬ることはできん。わしもそれは知っている。十兵衛、真剣勝負には親子の情さえも利用して勝たねばならない。それが兵法。お前は強い。しかしお前の太刀はその左目は妖気を帯びている。強いだけでは武士とは言えん。これからは戦もなくなる。わしは柳生の剣を日本一の剣法にする。だがそれは鞘に収まった剣法だ。ただ強く人を斬るだけが剣の道ではない。祭り事ですか。
私にはできません。私は自分の剣の道を行きます。剣と所詮は人を斬る道具。それを極めることは殺人剣を極めることにも通ずる。刀を抜かずとも勝負に勝つ柳生の剣は達人剣でなくてはならぬ。ゆべ江戸を去れ。戦国時代末期、武術が一対一の術として完成されていく中、剣に生き剣に死んでいった無数の武芸者たちがいた。剣聖宮本武蔵、13歳の時初めて決闘をして以来、一国一城の主を夢見て剣の修行にその生涯を捧げた武蔵は、60数度の試合に臨み一度も負けることがなかった。荒木又右衛門は日本三大仇討ちの一つ、決闘鍵屋の辻において一度に36人を斬ったと言われている。宝蔵院流の槍術を完成させ、槍を取っては天下無双と言われた宝蔵院院春。仇討ち幼物語をはじめ、文楽歌舞伎で天才少年剣士と謳われた田宮宝太郎。そして徳川幕府剣術指南役、幕府大目付として門弟数千人を抱え絶大な剣聖を誇った柳生田島の神宗則。独眼でありながら柳生新陰流の始祖石秀斎の生まれ変わりといわれる宗則の子柳生十兵衛。しかしこうした剣豪たちの死は、霧深い熊本の山中で一人寂しく死んでいった武蔵や、鍵屋の辻事件後毒殺されたという荒木又右衛門をはじめ、謎に包まれ歴史は多くを語っていない。戦乱の時代から徳川幕府完成という大きな時代のうねりの中で、彼らが何を夢見、なぜ戦いに赴いたのか、今はそれを知る手だけはない。
だバカバカ。うるさいな。そんなに騒いだら魚が逃げちゃうよ。私に口答えしないの。あいた。この辺りのわらしは元気がいいわい。そうこよ、与太郎、しっかり。やったやった。はいはい。さ、もうこのくらいでいいわ。帰るわよ。早くしないと稽古に遅れちゃうから。おぬい、あれは青大将だ。毒は持っとらん。まったく、姉様は蛇なんか怖くないくせに、すぐ十兵衛様、十兵衛様ってくっつきたがるんだから。なあ、あら、いいじゃない。ねえ。お願い申す。お願い申す。誰か、誰かおらぬか。ここは無人か。やれやれ。一体この城はどうなっておるのだ。まったく。おお、これは関口重臣様。よういらっしゃいました。ようこそではないぞ。なんだこの荒れようは。八木家の名折れだぞ。はは、十兵衛様があまり気にしないお方なもので。ん、わしが説教してやろう。お父様。ん？バカモン！武家の娘が蛇ぶら下げて泥にまみれて何をしておるのじゃ。まったく。やたろう、お前もじゃ。跡取りのくせに魚など取っている場合か。まあそう固いことを言うな。徳川の世はしばらく安泰、戦などもうないぞ。さ、十兵衛様のその考えがいかんのです。そもそも武士の家に生まれたる者はですが。まあまあ、なんですのおじさま。そんなことをおっしゃらずに、おぬい様と八太郎様のおとりになったこの魚でも召し上がって、ゆっくりと旅の疲れをおとりになってくださいな。おお、これはおひな殿、そなたは本当におしとやかで美しゅうなられたの。十兵衛様もどうぞ。それに引き換え、このおぬい目はこんな魚一匹でいい。わしはごまかされんぞ。ん、こりゃうまい。ところで重臣、急にどうしてこんな山里に。おお、そうであった。明日おぬいとおひなを連れて紀州に戻らねばならんのです。え、いやです、私は戻りません。十兵衛様のおそばがならん。これは大納言徳川頼信様のご命令じゃ。頼信様の。さよう。15歳以上22歳までの藩主の娘を全員集めろとのお達しなのです。妙な話だな。目かけ選びでもするのか。ん、嫌です。いや、あの、いや、実はわしにもよくわからんのです。
軽々しく申せませんが、また野心の虫に取りつかれているようで。ほう。兵を募ったり食料を集めている様子、増税の噂もあります。それに旧来の家臣が次々と失脚して、得体の知れない連中が出入りしているとも。しかしそれと娘集めとどう関係があるのだ。関係があるかないか分かりませんが、最近城下にて若い娘の神隠しが相次いでおりまして。ずいぶんきな臭い話ではないか。それこそ二人をここへ置いておいた方が良いのではないか。そうしたいのは山々なのですが、殿直々のお達しでして、明日にでもと。そうか、ま、この二人なら大丈夫だろう。武道の腕もそこらの侍には負けんものを持ってるし。そうだ、明日の練習試合だけでも見ていってはどうだ。二人とも腕を上げたぞ。おお、そうですな。おぬいも蛇取りと魚取りの腕は上がったようですが、こっちの方はどれほどか見ておきたいですからな。おお、そうしろそうしろ。どうした、早く食わんと冷めるぞ。おお、そうですな。ささ、皆も早く食べろ。遠慮はいらん。はじめ。よし、おぬい、次はお前だ。はい、姉様、相手は蛇じゃねえぞ。いいだ。はじめ。この二人は見物だぞ。さすが十兵衛殿の直伝の腕、良いものを見せてもらったぞ。それでは関口殿、道中気をつけて。十兵衛様も。本当にお世話になりました。それは坊太郎の片身か。十兵衛様、せめて三日に一度はお風呂に入ってお召し物を変えてくださいね。お前も早く花嫁修行して、いい婿殿を探せ。あら、私が八つの時、十兵衛様は私をもらってくださると約束なさったじゃないですか。さて、どうだったかな。これおぬい、十兵衛様をあまり困らすではない。そうそう、十兵衛様だってどっかのじゃじゃ馬よりおしとやかなお姫様の方がいいに決まってるもん。お、やたろ、よくわかるな。やたろ言ったわね。こら、待ちなさい。きっと待っているからな。ありがとう。デッサイ、紀州には今誰がいる。左十郎です。至急連絡を取れ、和歌山城から目を離すなと。何か。ん、ああ、俺は四五日留守にする。あとは頼んだぞ。はっ。
毎晩飽きずにお主もよくやるな。なあに、気候も昨晩は。今日は気が乗らん。それより、ネズミを殺したい。鬼ごっこはもうおしまいか。貴様の小説の屋敷でやっていることはお上に知れればただでは済むまい。それもお主が知れば誰にも言えまい。それはどうか。面白い、この荒木又右衛門、久しぶりに人が斬りたくなったと思うが。抜かせ荒木又右衛門なら三月も前に死んでおるわ。ああ、しかしこうして生き返ったのよ。ざかし死ねえ。楽しませてくれよ。ヤギか。せっかくの獲物を逃したのか。役立たずめが。五代遊家、入れ。お前に手傷を負わせるとはなかなかの手だれのようだな。は、面目ありません。で、どうだ。殿の申された通り、浪人どもを集め先導するための軍資金は紀州の徳川頼信公から出ているのはまず間違いないと思われます。そうか、紀州殿にも困ったものだな。そればかりでなく、あの由井小説の周りには何やら魔性の者が集まっている様子。
ほう、何を見た？何と申してよいか。何だ？信じられませんが、幽霊を。幽霊？は、一人は槍の宝蔵院院主、今一人は影屋の辻で36人を斬ったという荒木又右衛門、そして三人目はおそらく三月前尾張柳生の屋敷で死んだ民谷坊太郎。答えよ、嫁は酔ってはおるまいな。別荘もございません。いずれもここ何年かのうちに死んだ剣豪ばかりではないか。まだ夏前だというのに幽霊か。由衣小説め、何を企んでおる。殿こんな時に十兵衛様がおられれば。言うな、奴は感動の身。申し訳ございません。引き続き小説から目を離すな。はっ。奴がおれば。お主、サタンが復活するというのか。かもしれんというだけだ。しかし天草四郎と貴様の首を見たであろう。島原、キリシタン、天草四郎と貴様、小西行長の維新、森総意見、そしてサタンの復活。なかなか面白い符号じゃ。わしの知り合いは裏の道に通じておる者ばかりじゃで、わしも少し動いてみようかの。無理をするなよ、和尚。嫌な予感がする。なんの、この沢庵に心配は無用じゃ。それより十兵衛、お主隠居するにはまだ早かろう。俺は隠居したい。人を斬るのが嫌になった。そうか、疲れたか。して何人斬った？知らん。わからんほど斬ったか。そうよの、伊豆の神殿がお前を放免したほどじゃ。人間疲れたら休むのが一番じゃ。柳生の里でゆっくり休むがいい。そういえばお主と同じように剣の道を極めようとした男を知っておる。もう40年前の知り合いじゃが、しかしそやつも結局仕官もせずに肥後の山の中にこもっとる。お主も知っておろう。宮本武蔵じゃ。じゃあ先生、10日ほどで戻ります。
乳十兵衛か。今のわしに勝てるか。いよいよですね、総意見殿。始まりますぞ。いでよ天草四郎時貞だ。
地獄じゃ。この世が地獄になるのも間近じゃ。え？